乃木坂46の与田祐希が27日、自身のオフィシャルブログを更新。一部週刊誌で報じられた内容について、説明した。与田祐希、一部報道に言及。与田は、先日、週刊文春の記者の方が自宅に来て、私が通っているパーソナルジムのトレーナーの方との関係を問われました。今日、その記事も見ました。疑いの目を向けられる前に、しっかりと自分の口から事実をお伝えさせていただきます。とした上で、報じられていた相手について、ここ数年、多い時は週に6回程度ジムに通い詰めていて、今年の夏から、今まで行っていたところに加えて、新しいパーソナルジムに通い始めました。そこで私にトレーナーとしてついていただいたのが、そのジムの代表でもある方で、最近は地元の友達のような感覚で親しくさせていただいていました、と関係性を説明。ジムのスタッフの方を交えて食事をしたり、二人で食事をしたこともありましたが、私自身、グループのスタッフさんと食事するのと同じような気持ちでした、とし、パーソナルで担当していただいていた方なので、二人で食事に行くことに特別な感情は一切ありませんでした。恋愛関係も、やましいことも一切ありません、と伝えた。バル、また、今回の件について与田は、いつもとても親切にしていただいていて感謝しているので、私の行動によってこのようなことになってしまい、相手の方にもファンの皆様にもご迷惑とご心配をおかけしてしまい申し訳なく思っています、と謝罪。今後については、友人関係であったとしても、このようにお騒がせしてしまうことのないよう自分の立場をよく考え行動していきます、と綴っている。